そういうのだマグルムのなんだか赤いマグルムのオーソク反応オレンジ遠足反応ただいま点灯した目標アルファの台右および黒の台に射撃します。大きな音がします。ご注意ください。アルファに点灯した点灯
破裂し、160万カンダラの明るさで照明します。続いて照明下の特化加工による射撃を行います。こちらの方、攻略者対戦車ミサイル含む陣地、正面火の丸丸、中心部へ送れ。こちらの陣地、領空、攻略者発射。正面、ダンチャー、5番前ダンチャーク。今
砲兵および戦車に支援された日本対艦隊機関の敵対艦攻撃に対し、砲兵および戦車に支援された通過連隊内の第一線通過中隊が防御戦闘を行います。スクリーンをご覧ください。我は衛星 UAV による情報をネットワークにより上級部隊から入手するとともに、偵察部隊並びに情報部隊による戦場監視組織を確立し、主導的に戦闘し敵の攻撃を阻止します。この際中長距離においては敵の離島暗視装置を装備した大変車格が我に比べて優勢であるため、我は砲迫による演出を活用せず無正面射撃による戦闘を実施します。また近距離においては照明弾を活用し中間化して電化機の火力を最大限に発揮します。我の前方で戦闘する偵察警戒部隊および戦場管理組織からの報告によれば、砲迫に支援された敵機械部隊は三段山方向から攻撃前進中です。はじめに3の台および5の台から流れる A 道、B 道正面を防御する通過中隊長による戦闘指導の場面から状況を開始します。当初、署名は指定についてして前方距離3点、3段山敵の火力支援機は敵地前方距離線3の台前方1800、5の台3の台および5の台我と障害が敷設されており大気候撃破地域である。本来であれば戦闘指導は暗視装置を設置しますが、一般の方がご確認できるように目標地域を戦闘表示しています。次に主要な道路について、三段山から三の台へ通り陣地前面に至る経営 A 点、同じ三段山から五の台へ通り陣地前面に至る経営 B 点、いずれも敵の使用接近経路と見積もられる。なお使用接近経路青色点灯を持って表示しています。現在砲兵戦車に支援された機械化隊隊の敵戦警備隊が我の警戒部隊で三段山で接触中、中隊は敵の夜間攻撃に備え夜間配備に移行し、引き続き畑岡地区で陣地防御する。当初三段山より遠方の経路上を接近する敵に対し男女2つの遊撃部隊で復撃を実施する。敵が三段山を越えたならば我の陣地前方に配置した前頭前哨という射撃を加え敵の接近を警告する。また敵の攻撃方向を判定したならば陣地変換させ配備を強化する。敵が我の陣地前面の障害処置を開始したならばエンダーを含む砲迫火力で火力支援基盤を制圧するとともに射撃により障害処置を崩壊する。障害処置部隊のみならずそれを援護する下車歩兵にも注意する。敵が障害を処置し突撃の準備を整えたならば我の照明弾による戦場を中間化し全火力を最大限発揮して敵の突撃を抑えている。敵は移動暗視装置を装備した対戦車ミサイルを多数保有していると見積もられる。エンダー照明弾を活用し敵の夜間戦闘能力を減災し高み戦闘性を。スクリーンをご覧ください。戦闘展開イベント敵機械艦隊出力は三段山より遠方の主要な経路を我の陣地に向け前進中です。敵の戦力を警戒するため経路上に潜伏した我の遊撃部隊が氷河炉などの軌道が制限される地形を活用して突撃を行います。前方広場および三段山方向をご覧ください。団長、こちら委員会、敵戦車に対する突撃を実施する。
ください。続いて我ら自身の連邦における戦闘テンションの行動です。敵は前進を継続し三大山付近に到達しました。広場前方の MCV、FV および地味の通過部隊が戦闘テンションとして警戒中です。我の情報に基づき高圧火力の支援を受け敵の戦闘部隊を指摘し敵の接近を警告するとともに地帯混乱させ攻撃準備を妨害します。こちらも降りました。Thank you.
力の攻撃が予想される正面に兵力を増強します。
我の戦車に混合が発生しました。現在光が点滅している車両が我の存亡を受けた戦車です。警察部隊が確認した対戦車機内の火砲、各種レーダー、レーダー検知により鉄球値が判明しました。中隊長は目標情報に基づき敵の火力戦機番に対し対処します。トップこちら中隊長、火力要求 A21 に敵火力戦機番レーダー本用制圧する。こちらトップ了解。MCV
FA により対処します。この際、射者、速射を追求します。また、無照明映画の射撃により我らチェンジを引き継いで弾道性を追求します。どっかこちら中隊長、火力要求 AA2145 火力指定機番および AA234 観測所、レンダー軍用ステアストロール。こちらどっか、了解。
2の台に東兵を展開させました。中隊は81ミリ迫撃砲で対処します。こちら操縦小隊長、2の台に敵が展開したもよう。了解、81ミリ迫撃砲で対処する。弾幕初の発射。中隊長、こちら操縦小隊長、敵徒歩兵撃破。こちら中隊長、了解。の戦車及び装甲車が我の陣地で目に対し突撃します。 90C 戦車 MCV 及び FV が大気砲を突撃圧災しているより敵戦車などの突撃を配置。会場のバルーンライトを点灯します。